YouTube でさっきお話ししてた方の表情とかがもう本当に変わっていくなんかのを、ジングルベルの方？そう、すご彼い。ね。あれすごいっすよね。だけど。彼は音楽好きな人だったんですね。もう体がだって動いてたじゃないですか、ジングルベルのところで。ジングルベルがね、本当大好きだったっていう。うん、あれすごいっすよ、うん。普段はね、こう、ずっとこう、下向いてる状態なんですけどね、音楽があると、うん。でも、彼の場合は本当に重要だったのは、彼っていうのもあるんだけど、娘さんのことだ、ね。うん、あ、うん。その認知症で大切な人を失うっていうことは、もう想像以上の苦しみがあるので、あ、うん、大好きなお父さんと話ができないとかね、コミュニケーションできない。うん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 、でも、音楽を通じて、最後まで二人はこう、通じ合うことができたというか。ああ、そういうこともですね。そういう関係性だったのから、すごく素敵な親子だなって思います、ね。うんうんうん。この書く中で、どうでしょう、うん。逆に佐藤さんがもし書いてなかったら、これ全部自分の中に収めておくことっていうのは、できるもんなんですかね。その結構、それはきついというか、なんかこういっぱいいっぱいにならないんですかね、うん、そうですね。最初のそのラストソングを書いたときは、なんかもう毎日泣いてたっていう感じ。ああ、そうなんですね。だからその本当に何年も前に出会った患者さんとかでも思い出して泣いたりとかね。やはりその、もちろんその時その時でいろいろ、まあ、悲嘆、グリーフって言いますけど、そのグリーフを経験したりしますけども、患者さんに対して。でもそんな時間もあんまりないですよね。次々に人がいるわけですから、患者さんだから、その一人についてすごくこうじっくり考えて、気持ちを、自分自身の気持ちに気づくとかっていうような時間は、ほとんど持ってなかったので、働いてその、ホスピス働いていた時にね。うん、なので、うん、その本を書くことによって、少しそれが、浄化されたっていうのは、あったかな、うん。特に最初の本はそうでしたね。初めてっていうのはあったけども、なんか質問が来てます。質問が。国分さんからですね、一人の患者さんと向き合う時間は短いと思いますが、どうやって短時間で相手の心を開き、深いところでコミュニケーションが取れるのでしょうか。うん、でホスピスのこれが非常に難しいところで、例えば普通のセラピーっていうのは、音楽療法も含めて、ラポートって言って、信頼関係が一番重要なんですけども、うん、普通のセラピーだったら、例えばそんなにすぐにそれを行わなくても、1ヶ月とか1年とか見ることができれば、ゆっくりとその過程を、ね、作っていくことができるんですけども、うん、ホスピスの場合は、それこそ今日会ってそれでもう終わりかもしれないし、うん、あと2回、3回会えるか会えないかもしれないので、なるべくその早くね、信頼関係を作らなきゃいけないっていうのが非常に難しいところなんです。音楽療法士に関わらず、ホスピスとか、そういう終末期の現場で働いている人。で、まあ、どうやってっていうのは、もちろん全ての人とそれができるというわけではないけど、もちろん音楽っていうのは一つのツールとしてありますので、音楽を共有することによって、心が開くっていうのもあるし、あとは私が音楽療法士のスーパーインターンシップの時にスーパーバイザーに言われたことは、あなたにとって一番重要なことは音楽ではないよ。一番重要なツールっていうのはあなた自身、あなた自身が信頼できる人で話をしたいなって思うような人でなければ、どんなに歌が上手でも、どんなにギターが弾けてもピアノが弾けても音楽療法士としてはやっていけないよっていうことは言われましたね。なんかそういう人間性みたいなのを磨くっていうのも非常に難しいらしい。でも私自身もだから何でしょうね、もちろんそれが全ての人でできるわけではないけれども、自分には分からないっていうのかな、その
どんなに長年この仕事をしてたって、自分はその彼女の立場になったことないから分からないじゃないですか。死に行く人の気持ちとか、あの何十年も連れ添った旦那さんとか奥さんを亡くす人の気持ちとか、だからそういうのが分からないです。まあ、要するに教えてくださいっていうようなスタンスで、関わると教えてくれるし、本当に聞きたいっていうふうに、本当に私でももともとその興味がある人に対してね、なんでこの人こうなんだろうって自分と例えば意見が一致しなかったとしても興味を持って話を聞こうっていう姿勢があると人って語ってくれたりしますよね。ああ。うん。っていうのは。うんうん。なんか本読んでるとすごい印象的なスーパーバイザーの方たちが結構出てきますよね。なんかすごい印象的な言葉を残していかれる。すごい、いい師匠がたくさんいらっしゃるのかなって思ったり。そうなんです。大学時代の音楽療法の先生もジムって名前で、インターンシップのスーパーバイザーもジムっていう名前でややこしいんですけど、本当にでも彼らに出会ってなかったら自分の人生は違っただろうなって思うぐらいの。うわぁ、すごいですね、でもそういう方でも多分最初さんとかもそういう人いません？人生。いやー、いますよね、確かに。なんかチャットにですね、はい、小林さんから画面上でお会いできて嬉しく思いますと、ご自身は戦後生まれなんだけども、父母は戦勝体験者で悲惨な話をたくさん聞いていますと、で父はすでに他界しましたが、母はアルツハイマー病を発症してからすでに18年が過ぎ、今や母が月で口ずさんでいた歌に全く反応しなくなりました。本日は、戦争と音楽療法の両方の側面からお話をお聞きしていますということで、小林さんからでした。ありがとうございます。はい。金子さんからもですね、人に興味があるっていう言葉に共感しましたというコメントをいただいてたり、あと吉野さんからですね、千葉県和田町の海岸に歌碑、歌の碑があるぞというような情報共有を。ハマチドリのですか？ハマチドリかな、これ。多分そうですね。ああ、そこの歌なのかな、もしかして。皆様、もう後半も佳境になってきましたので、今、直樹さんが質問してくれましたけど、チャット欄にですね、今感じてらっしゃることとか、質問をですね、ありましたら、どんどん書いていただいて、書いてください。直樹さんから。質問です。佐藤さんが初対面の患者さんと信頼関係を築く上で意識していることや気をつけていることはありますか？そうですね。自分自身の多分そのホスピスの患者さんのところに行くのって多分その普通の意識とはちょっと違うじゃないですか。例えば自分自身をそこのなんていうのかな、メンタルをこう準備するっていうのかな。なんだろう。例えば、私普段今こういうふうに喋ってますけど、一日中こういう感じではないですよね。っていうか、知らないか。だから、なんていうのかな。例えば、お昼休みとかに、なんか普通の尺、なんていうのかな。雰囲気のところに行って、なんかご飯食べたり、同僚と喋ったりとかして、そのままのなんか勢いで、こんにちはみたいな感じで行っちゃったら、多分、なかなか最初からもう、わってなっちゃうじゃないですか。例えば、相手がホスピスの患者さんだったりとか、人を失うみたいな状況。だから、まず最初にその、自分のメンタルを整えるっていうか、その彼らが今いるであろう、その状況、そのエネルギーのレベルであったり、そういうところに自分も近づけなきゃいけないなっていうのは、意識はしますよね。その部屋に入る前にっていうか、ノックする前に。そうしないと、やっぱり全然違うエネルギーのレベルでもし行ってしまうし、もしくはその患者さん自身がすごいなんかアップビートな人だったりとかして、それに対してなんかハローみたいな感じで言っても全然エネルギーのレベルが合わないから、要するにその音楽も声の出し方も自分のエネルギーのレベルとかそういうのもなるべくマッチングさせるっていう。そうすることによって、やっぱり少し自然な感じになるじゃないですか。
なんかその合わせるっていう感じですかね。ありがとうございます。直樹さんに続いて宮原さんからですね。はい、先ほどのアルツハイマーの方と娘さんのお話のように音楽には言葉を超えた足をかける力があるように思っておりますと。で、宮原さん自身もコミュニカティブミュージカリティの研究を始めたところです。言葉と音楽はどこが違うのでしょうか。佐藤さんの実践を通して感じていらっしゃることがあればお聞かせくださいと。言葉と音楽がどう違うか。まあ違いますよね。多分でもその音楽が脳で具体的にどういうふうにプロセスされるかっていうことは今でも 100% 分かってないことなんですね。研究されている分野ですね。なのでただ一つ言えることはその言語と音楽って関わりがあるんじゃないかなっていうのは今説としてはあるんです。なので先ほどの小林さんのお母様がそのアルツハイマーの末期の状況でもう音楽に反応しなくなった、そういうことも実はありますね。その音楽でも言葉が失っていって言葉で対応できない患者さんの場合は音楽にも反応しなくなるということあるんです。すごく本人にとってはすごい辛いことだけれども、だからその言語と音楽のプロセスするところは脳ではこう同じところなのかもしれませんね。それ今研究されている分野なんだけども、で私の、まあ、た経験から言うと、先ほどもちょっとお話ししましたけど、音楽ってその心にスッと入ってくるみたいなところはあると思うんですよね。で一つ覚えているのが、ある老人ホームに行って、新しい患者さんの、まあ、アセスメントって最初ちょっと評価っていうのがあるんですけど、そのアセスメントに行った時に、その患者さんの娘さんがいたんですね。でその娘さんはすごくなんていうのかな、私がお母さんを守らなきゃっていうような感じで、方で、最初にちょっとお話ししていても、なんていうのかな、なかなかこうほぐれてくれないっていうか、すごい緊張、顔に現れている状況。で、どんなに話してもそういう感じだったから、じゃあちょっと音楽やりましょうって言って、で、患者さんがミュージカルが好きだからっていうことを聞いたので、エーデルワイスっていう曲を歌ったんですね。まあ、日本人でも皆さんご存知だと思いますけど、それを歌ったらもう、その瞬間に、その娘さんの表情が変わって、それがなんでなのかっていうことは、おそらくその彼女も知ってる曲でね、その曲、同じ曲をシェアするって、そういう心の変化が起こる時がありますよね。だから多分皆さんもカラオケに行ったりとかして、歌ったりとかすると、なんかこう、友情がこう深まるとかあるじゃないですか、そういう同じことだと思うんですよね。音楽を使うことによって、早く信頼関係ができるっていうのはあると思います。ありがとうございます。どんどん質問が来てますのでいいですか、聞いていって。はい。小田村さんからですね、日本で佐藤さんのようなセッションをしている音楽療法士さんっていらっしゃるのでしょうか。アメリカと日本では音楽療法士の教育課程も違うのですか、という質問が来ております。はい、そうですね、音楽療法士は日本でもいます。で、日本はいろんな音楽療法の資格とかがあるんですけども、日本音楽療法学会に認定音楽療法士という資格が一応一番こうメジャーというかメインストリームの資格としてありまして、今何人ぐらいいるって言ったかな、結構何千人もいたりしますね。で、ホスピスで音楽療法されている方もいますね。まあ、もしかしたら今もここにのチャットとかで音楽療法士さんとかホスピスの緩和ケアの音楽療法士さんもいるかもしれない。そうですね。なのでいることはいらっしゃいます。ただもちろん教育とかそのシステムとかっていうのはいろいろ異なるっていうのは海外とはありますね。ありがとうございます。